ゴンパチの墓の前で自害してしまいす。よりなんせ江戸時代からタイムスリップ、アリスこと花魁の上月桜でありす。こたびは貴殿の江戸吉原の遊女小紫をご紹介していきす。その切なさから歌舞伎などの題材にされ、江戸でも有名な方でありした。そんな小紫について、小紫とは事件の内容、事件後3点に注目してご紹介していくよ。チャンネル登録お頼み申しすえ。小紫とは、小紫は明暦の頃に活躍していた三浦や四郎左衛門抱えの太夫でありす。ちなみにもともとの名前は濃い紫と書いて小紫なんだけど、画数が多いことから小紫と表記されることが多いでありす。和歌が得意だったことから、平安時代の有名な歌人紫式部から名前を取って小紫と名乗るようになりした。小紫は3代いたと言われていますが、こたびは一番有名な2代目のお話をしていきます。事件の内容、事件は延宝7年頃に起こりした。2代目小紫は元鳥取藩士平井権八と恋に落ち、来世を誓い合う仲になりした。だけど実はこの平井権八様、かなりの問題人。権八は武道に優れ、色白で身長も5尺以上ありした。江戸時代では殿方の平均が155センチと言われているから、身長は当時高い方だったであります。腕っぷしが強く背の高い殿方、しかも鳥取藩士という武士の身分でもあるから、江戸の女子から見てもかなり魅力的でありした。権八は小さい頃から問題児で、粗暴で喧嘩早いわらべでありした。そんな権八、17歳の時にとんでもない事件を起こしんす。なんとお父上の同僚と些細なことで口論となり惨殺してしまいんす。これはさすがにやばいと思った権八は、鳥取藩から姿を消して江戸に逃亡してきんす。だけどお金など持ってなかったから、道中辻斬りで強盗しながら生活していした。ここまで聞いてもかなりの問題人だったということがわかりんすね。そんな権八が吉原通いを始めたのが、この時の最高位太夫の小紫でありした。吉原の最高位の太夫と遊ぶお金は一般の職業の給金ではとても足りず、権八は江戸でも辻斬りを行い、小紫と遊ぶお金を作るようになりんす。自分勝手って権八のためにある言葉でありんすよね。そして権八は指名手配されてしまい捕まってしまいんす。そのまま延宝7年11月鈴ヶ森で貼り付けの刑になりした。同時期に小紫は大臣からの身受けが決まり、吉原から出ることになりした。その身受けされた日に権八が埋葬されている目黒の東照寺に向かい、権八の墓の前で懐刀を抜き自害してしまいす。来世を誓い合った二人の悲しい愛の物語でありすね。事件後では、この事件後について少しお話ししていきす。まずこの事件が起こった東照寺、二人の悲しい恋を哀れみ、亡骸を葬り、ひよく塚を建てんした。ひよく塚というのは、付き合って亡くなった男女や仲の良かった夫婦を合葬した記念碑でありす。実はこのひよく塚は現存しているみたいでありす。東照寺のお寺自体はなくなってしまったんだけど、その後目黒不動尊前に移転して現世でもお参りすることができんす。そしてこの話が有名になったのは、なんといっても歌舞伎権八小紫ものと言われていて、最初は安寧8年5月の江戸森田座
江戸名所緑曽我で上演されました。さらに7月江戸肥前座では人形浄瑠璃の目黒ひよく塚が上演。この後も名だたる歌舞伎役者が主人公である平井権八を演じした。そして現世まで語り継がれる小紫物語が出来ました。そろそろ引けの時間になってしまいました。平井権八の自分勝手さには腹が立ってきんすね。そんな悪い男に引っかかってしまった小紫でありんすが、二人の愛は本物だったと思いんす。この YouTube では江戸時代からタイムスリップしてきた吉原の花魁上月さくらが江戸吉原のことを解説しています。本日は来てくれてありがとうございました。次回もご登録お待ちしていますえ。おさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていますえ。